当たり前や、防犯カメラぐらい知っとけ。社会の常識や。自分でいいでいいでって言って、その前に防犯カメラのこと知っとけよ。ストーカー行為犯するなっつったのに。もうこれね、なぜああいうふうなことをいちいち僕は言っていて、まあもう正直後ろ姿だからどこの誰かわかんないんだけども、ああいうのを野放しにするともうこの地域全体がもうむちゃくちゃになる。もう子供の頃から絡んできた連中とか大人になってからむちゃくちゃ絡んでくるから、調子乗って。一人で歩いたらええねん。二人で歩くからごちゃ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 余計なこと言い始めて絡むようになんねんやんか。学校で習ったやろ？人の家まで行って絡んじゃダメだって、外でも同じやでって、外で絡んでもあかんでって言われとはやん。もう大人でもおるから。この間もスーパーマーケットで絡んできたおっさんがおったところや。多分こちらのように年上、まったお腹の出とうやつや。ああ、年齢だけで物事判断してるんじゃないの？分かったつもりになって全然人の文章読まないで。電子処理も同じ、 YouTube で喋ってる内容も同じや。なぜか言ってることちゃんと聞けるようになったかどうかや。もうその次にやっと文章や。続き、2023年、12月の17日、14時、だからさっき子供らが絡んできたのは、14時45分ぐらいからの外の状況を見たら本当はわかる。先ほどの続きなんですけども、気がついたんでね、言いますけども、ジャージ着てね、向こうに歩いて行ったでしょ。学校向こうだから、向こうに橋あるから、この時間帯にジャージ着て向こうに歩いていくわけがない。わかんない、中卒とかの子、むつ学校で解散ですよね、何か部活があったとしても。しかももう冬、普通遠征試合なんか組まへん組まへん。いや、やっぱり二人組めへんやわ。さっきので、さっきの二人組、家の中にいた時にから撮影始めてますけども、そこからもうすぐにボリューム最大にしといてください。それしなかったら、わからないから、ちょっと一応これもう通報しておきます。通報という件で、YouTube にアップロードしておきます。もうこの方がいい。有馬警察署に行った時に、ちゃんと対応しない人いっぱいいるから。それすぐに即座に若いうちから対応しなかったら、キリないから、本当に。大人になっても仕掛けてくる奴らはもう激増。で、そういう奴らは結局、万引きとかしとうから、窃盗犯捕まえとう一回。で、ちゃんと警察に突き出して、有馬警察署で警部補以上の人が、対応して、もともと天皇家の人たちと何回も話し合いしたことあるんです、僕は仕事場とかで。で、仕事場が変わっても天皇家の人たちが会いに来るんです。で、皇居行った時に、その警部補の人がわざわざ皇宮警察としてなのかな、管轄は皇宮、で、あるの2つ、普通の警察と皇宮警察2つあるから、皇宮警察官として、皇居の入り口で、佳子さまに会いに来たんだったらここにいてっていうことを言われたんですよ。分からん。で、なぜ佳子さまに会いに来ましたって言ってるのに、なぜそこ言った瞬間後ろの2人組の警察官がごちゃごちゃ言い始めたのか、これが分からへん。テレビに出るんやったらうがやわとか、なんかそういうことを言い始めたんだけども、その2名の警察官ってもう何か悪いことした後で、悪いことさせて自分たちのことを隠蔽しようとした警察官なんじゃないの？これだったら話整合性合ってくる。以上。本当にちゃんと聞こえてます？2名絡んできて、この時間帯、今日日曜日、日曜。で、まあ、時刻は14時45分ぐらい。で、学校は向こう。だから、向こうに橋があるから、そっちから向こうに向かって歩いてくることなんかない。ジャージ着て。変。
意図的に多分絡みに来とう。で、ストーカー行為法違反。で、子供のうちから、そうそう、大人で昔いた。自分の子供を、喧嘩売りに行かすっていうやつら。そいつらが、とってもええからとか何かいろいろ言ってるんですけども、もうそんなもん、そいつら、僕はすることにそいつらに権限なんかないから、子供に。多分、だから、これね、さっきゲーム内で、僕に対してね、昔から嫌がらせをしてきた連中とかが、まあ、集団暴行の継続みたいな形で、嫌がらせを言ってきたりとか、明らかに挑発行為、喧嘩を売るようなことを散々言ってきてるんですけども、それを、iPad に画像で撮影して、その状況とかを、説明してるんですけども、それを YouTube にアップロードできない。この時点で変。だ正しい社会の認識っていうのを持たなかったらみんなお互いに警戒感を持たないから、なぜ裁判所の傍聴席にカメラとか入ったり一般公開しなければならないのかの理由にたどり着かないから、だからああいうふうな言い方で良い良い良い。絶対良い。良いっていうのは、まあ、良っていう意味ね。了解じゃないよ。もう、良いとか良いとかの良。いでも量って書くから漢字の字で見たらわかる。じゃあ本当に政府の方でそのもう国連と話つけて我が天下とか我が天下戦国不武に関して僕に絡んでくる連中ちゃんと YouTube にアップロードできるようにしなきゃダメで、それを全面的に公開することですね。以上、皆さんご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。もうおかしな。ちゃんと押してるのに終わらない。もう電源切る。